皆さんこんにちは。フランダースの犬でも有名な女優でおなじみの岡江久美子さん。岡江久美子の本当の死因や壮絶眼頭病の姿、浮気相手の正体について紹介します。まずは岡江久美子さんの経歴とプロフィールから紹介します。岡江久美子は女優です。1956年8月23日生まれ、東京都出身です。1975年TBS ドラマおみつでの主演で芸能界デビューしました。当時18歳で、演技に関しては素人同然だったため、共演の三木ひろ子がつきっきりで指導したとされています。1978年からは連想ゲームに紅組レギュラー回答者として5年間出演しました。1983年当時同番組の白組レギュラー回答者だった大和田漠と結婚し、長女美穂を出産しました。同時期には人気ジャズシンガー阿川康子の影響でジャズを歌い始め、ジャズシンガーを目指して何度かテレビ番組でも歌っていました。1991年から1999年までの間、天まで届けで大家族の母親貞子役を演じ親しまれました。また1996年から2014年までの17年半にわたり、花丸マーケットの総合司会を薬丸裕英と共に務め、全国区で朝の顔となりました。また全薬工業の CM には1975年から約45年間出演していました。1983年に俳優の大和田漠と結婚しましたが、2020年4月に新型コロナウイルスによる肺炎のため63歳で死去しました。俳優の岡江久美子さんが新型コロナウイルスによる肺炎のため2020年4月23日朝、東京都内の病院で亡くなりました。63歳でした。所属事務所によりますと、岡江さんは2020年4月3日に発熱した、あと6日朝に病状が急変して緊急入院し、その後の PCR 検査で新型コロナウイルスに感染していることが確認されました。その後も集中治療を受けていましたが、23日午前5時20分肺炎のため亡くなったということです。63歳でした。岡江さんは去年の末に初期の乳がんの手術を受け、今年1月末から2月半ばにかけて放射線治療を行っていたということで、事務所は免疫力が低下していたことが重症化した原因ではないかとしています。夫は俳優の大和田漠さん、娘も俳優の大和田美穂さんで、それぞれ外出を自粛し、現在症状は出ていないということです。岡江さんは東京出身で、昭和50年にテレビドラマでデビューし、その後ドラマやバラエティなど多くの番組に出演していました。 NHK の連想ゲームへの出演をきっかけに大和田漠さんと結婚しています。平成8年から26年にかけて TBS の花丸マーケットの司会を務め、気さくな人柄で幅広い世代から人気を集めていました。事務所によりますと、葬儀の日取りは未定で、後日お別れの会を開く予定だということです。岡江さんの死去を受けて、夫の大和田漠さんと娘の大和田美穂さんは連名でコメントを発表しました。コメントは、岡江久美子が4月23日5時20分に新型コロナによる肺炎のため永眠いたしましたことをご報告いたします。今はただ残念で信じがたく、悔しくて悔しくて他は何も考えられない状態です。どうかそっと送っていただきたいと願っています。仕事関係者の方々、ファンの皆様、ご友人の皆様、長いお付き合いを感謝いたします。また全力を尽くして治療に当たっていただいた医療関係者の皆様に心から感謝いたします。ありがとうございました。皆様、コロナウイルスは大変恐ろしいです。どうかくれぐれもお気をつけくださいと記されています。日本乳がん学会の理事長で杏林大学の井本次教授は、早期の乳がんで手術を受けた後、再発率を下げるために放射線治療を行うことがある、放射線治療を受けた患者で稀に肺が部分的に炎症を起こすことや、免疫を司る白血球が減少することもあるが、新型コロナウイルスによって重症化する原因になるほど免疫力が下がるとは考えにくい、同様の治療を受ける患者さんについては
感染予防を徹底する必要はあるが、過剰な不安は抱かないでほしいと話しています。その上で、新型コロナウイルスの感染が拡大する中での治療のあり方について、井本教授は、救命に必要な場合は予定通りの手術が行われるべきだが、極早期の場合などある程度延期をしても良いと考えられるケースもある。患者の病状や治療、それに地域の感染拡大の状況によって対応も異なってくるので、患者は専門の医師と治療方針についてよく相談してほしいと話していて、学会では近く治療についての指針を示すことにしています。岡江久美子さんといえば、俳優の大和田漠さんと長年にわたって愛され続けてきたおしどり夫婦として多くの人々に親しまれています。彼らの絆は強く、家庭の幸福も揺るぎないものでした。2016年には岡江さんの娘さんが子供を出産し、彼女は初孫の喜びを迎えました。このニュースは多くのファンにとっても大きな喜びであり、岡江さん一家の幸福を祝福する声が広がりました。それにもかかわらず、最近ネット上で岡江久美子の浮気相手という驚くべき噂が話題になっています。岡江さんは還暦を迎えてもなお、その若踊り自身魅力と美しさで多くの人々を魅了しています。彼女がモテモテであることは確かですが、果たして浮気の噂は本当なのでしょうか。調べたところ、この浮気の噂には根拠がなく、全くのガセネタであることが判明しました。浮気相手の男性についての具体的な情報は一切なく、信憑性のある証拠も見つかりませんでした。ではなぜ岡江久美子浮気というキーワードが一人歩きしてしまったのでしょうか。その理由の一つに、過去に行列のできる法律相談所に出演した際のエピソードが挙げられます。その時の番組の特集が浮気 SP だったことから、番組内での何かしらの発言が話題となり、いつの間にか岡江さんが浮気をしたという話がネットで広まってしまったのです。人々はその特集の内容と岡江さんの発言を誤解し、噂が一人歩きしてしまったのかもしれません。岡江久美子さんと大和田漠さんの関係は、芸能界でも屈指の強い絆を誇る夫婦であり、彼らの間には揺るぎない信頼と愛情があります。このような根拠のない噂に惑わされることなく、彼らの幸せな家庭生活を見守り続けていきたいものです。旦那の大和田漠さんとは本当におしどり夫婦のようで、2013年にはいい夫婦パートナーオブザイヤーにも選ばれています。岡江久美子さんと大和田漠さんが結婚したきっかけは、あの連想ゲームだったそうです。2人は結婚して30年が過ぎましたが、今でもラブラブな様子で羨ましいです。ただ常に一緒にいるわけではなく、お互いの距離感も大切にしているとか、それが夫婦として長く続く秘訣なのかもしれませんね。岡江久美子さんと大和田漠さんの間には娘がいますが、その娘の名前は大和田美穂さんです。その大和田美穂さんですが、2024年現在の年齢は40歳です。職業は母親と同じく女優として活躍しています。美穂さんは2014年に結婚しました。結婚相手の旦那さんは一般人で、職業は会社員だそうです。岡江久美子さんの娘と結婚できる旦那さんが一般人だなんて、その馴れ初めが気になりますね。岡江久美子さんや大和田漠さんも娘の結婚については反対しなかったようですね。それどころか、岡江久美子さんは娘の旦那さんのことを息子みたいに可愛いと大変気に入っているようです。きっと旦那さんはイケメンなのでしょう。ただ一般人ということで、名前や顔写真などの情報は非公開なので残念です。そして美穂さんは結婚後に妊娠し、第一子を出産しています。子供の性別は娘で、2015年9月13日が誕生日です。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。